会ってくれてありがとう。今まで期待していただいた分に関してもこれからも期待していただいて大丈夫です。それを約束させていただくことがいぶきハムとしてこの先長く続けさせていただくに至るの一番大切な約束だと私は思います。誰が行ったとしても再現をすることができる、これが一番大事だと思っています。旧来のもの白馬ベーコンという名前が付けさせていただいてますが、こちらの方は出てきた油を楽しんでいただく料理 でこそ、映えるというような形のベーコンをご用意させていただいてます。それともう一種類、これが新しい方のベーコンになりまして、これはもうそれと同じ製法を使いながら焼いたジャーキーのように、ただしベーコンの柔らかさを持っている赤味ベーコンというお肉を食べるベーコンのこの2種類の方に枝分かれして今販売させていただいてます。白馬っていうのは、言ったら国産なんですよ。で、赤味っていうのは、ドイツ産の、豚をそれぞれ使わせてもらってるんですけど、国産は脂身が結構美味しいんです。で、今度ドイツの豚っていうと、赤身が今度多くなるんですよ。それぞれ味は、やっぱりちょっと変わってくるんですけど。最終的にお届けすべきものは、美味しいという安心という品質ですね。産地に対してのこだわりをわざと作らないという、別の意味でのこだわりの方で、肉の方はドイツと鹿児島から来ています。伊吹山のという部分の方で特に今注目いただいていますのが、山椒の実を中に入れ込んであります山椒ソーセージというのがあります。伊吹町周辺の山椒の木から採れたものだけを厳選して、でその実だけを使って作らせてもらってます。自生しているものの方に地元の固有種であったり、もしくはここの山なんですけれども、世界一雪の降る山です。特殊な環境下における、山椒という香辛料の方を新しくも、昔からあるという味とミックスさせることが大事ではないかなと思っています。弊社の中で作っています技術をまずは手に取っていただけるもの、そしてそれは確実に美味しいものであるという安心をお届けできること、これが一番重要なことだと思い、常々ものを作らせていただいています。